ちょっと一回さ、トビウオのやつちょっと見てみようぜ。全然足りなかったな。あの日私はまだ幼い我が子をかばい、憎き下馬の前に鍛えたはずだった。うわこれは一体生きてるのか。なんだこのマス目は。ゲマめ、みんなは無事なのか。そう、生きてらしたんですね。何者だ。息子です。私の記憶と違うな。いや、まあ、話すと長いんだけどさ、おかげさまで無事こうして成人結婚子宝にも恵まれました。おお、展開早いな。いや、しかしあの時はマジで感動しました。ヌアーの下りか。ヌアーの下り、そうか。さ、とにかくせっかくこうして生き延びたんだから、また親子二人で冒険をしようよ、このドラクエタクトの世界で。ああ、行こう。人生100年時代ってね。何？そんなに経ってんの？あ、いや、じゃなくてごめんなさい、ちょっと言い忘れた。新ドラゴンクエスト5イベント開催中。パパスが生きているドラゴンクエストタクト3周年、新コンテンツスゴロク城も登場。今なら最大100年無料。半魚人になる RTA、はぁ、始まるよ。というわけで、はじめまして、アイアムフィッシュの RTA 奏者のフルトシロと申します。主にこのゲームで RTA をしています。このゲームで取った実績は右の通りです。今回は、このゲームで比較的敷居の低いカテゴリー、オールレベル1で旧世界記録を出したので、解説をしていきたいなと思います。レギュレーションは右の通りです。それでは、スタート。にムービーが入るので飛ばします。トビウオのレベル1です。プレイ済みの方はわかると思いますが、このステージはこのカテゴリの中でも最難関ステージです。理由としては、一つ目に非常にトビウオの空を飛ぶ操作が難しいこと、そして二つ目に通常プレイでは使うことのない高難易度の RTA 技が要求されることが挙げられます。そりゃ空飛べるんですもん、ずるし放題です。水槽が割れたら助走のための距離を取って外へ飛び出ます。ここでトビウオの特殊能力の初披露です。魚にはそれぞれ特殊能力を持っています。トビウオの場合は滑空です。基本的には空を飛んだ方が早いので、できるだけ距離を稼いでから水面に入りましょう。トビウオの状況別の最速の移動方法は右を参照してください。あくまで私の考えなので、実際は違うかもしれません。また、滑空した後は着水の仕方も意識しないといけません。右の図のように、角度をつけた状態で着水をしたり、高いところから落下をすると、地面にぶつかりタイムロスが発生します。そのため、できるだけ角度をつけずに水に入ることが重要になります。さて、ここからほんの少しですが、正規ルートを無視して近道をしようと思います。安定をとって少し下に潜ってから、大ジャンプして麦の上を飛んでいきましょう。少し難しいんですが、5分もすればすぐ慣れます。ちなみに、正規ルートは右の通りです。すごく、よくまとまってる動画っすね。ここはちょっとした休憩地帯です。下り坂を地面に沿って下るだけなので、特に難しいこともありません。ただし、地面に沿いすぎてぶつかってしまうことだけは注意しましょう。ああ、もう直だね、ほとんどが。この倉庫的な場所は攻略ルートがいくつからあるんですが、ビーム式って何？ RTA では、まず真ん中へ飛びます。吹き出している水には判定があるので、触れると奥まで飛ばしてくれるんです。この形式のこと、ビーム式？ここで羽を広げて、右側に見える水溜まりに移動します。この画面の構成か、なるほどね。陣を取るためです。次の移動先が正面のあの小屋の中なので、こっち側に飛ぶと近道をすることができるんですね。水たまりに一度着水したら、再度飛んで、小屋の右奥あたりにあるパイプまで移動します。ここはもう感覚です。パイプに入るときは、あえて高いところから落ちて、落下の勢いでパイプ前へ移動するとスムーズに入ることができます。このパイプに入ると小屋の2階へ移動できます。パイプを出たときはなぜか反対方向を向くので気合で振り向きましょう。ここはチェックポイントを無視して先へ行くこともできるんですが、一応安定をとってチェックポイントを取ってから先へ進みます。次に進む先は町の市場です。前日に雨でも降ったのか、テントの上に水が張っているので、それを伝って先へ進みます。
通常プレイならもちろん一つずつ慎重に飛んでいくのがいいんですが、RTA では着水という行為自体がタイムロスなので、できるだけ水たまりを無視して進みます。まず右側のテントを無視して一度着水、その後左側のテントを無視して進みます。ちなみに、簡単に見えるけど、本当にむずいよ、これ。ベッドベグジャンプという名前があるそうです。手前のテントに着水してチェックポイントを取ったら、次のチェックポイントもすぐ取り、位置調整のため一度リスポーンします。ここからスキップ技、バケツスキップを行います。魚売り場の台の上に死なないゾーンがあることを悪用した、このカテゴリー最難関の大技です。仕組みとしては、魚の台のスレスレを飛んで、赤色の死なないゾーンに入る。そうすると窒息死までの時間が伸びる、つまり、飛距離が伸びるということになります。とか言ってる間に、トビウオが終わりそうです。バケツスキップを使わなかった成功法ルートを右で伸ばしておきます。超うまいわ。命のあれか、死ぬまでのだから時間が長くなったんだね。今なピラニアステージです。トビウオの次に難しいですが、 RTA 技より破損者精度の方が重要視されるステージです。トビウオ全部見てんだけどな。理由として、ピンが主な要素としてステージが進行されることが大きな理由として挙げられますと解説している間に能力発披露。ピラニアの能力破噛みつきで、これを利用してステージのギミックを破壊することが可能です。噛みついた時は、反動か何かで少し前進するので、これを連打しながら移動すると少しスピードが速くなります。どうやら容器の中でも速くなるみたいなんですが、この走りをしている当時走りませんでした。ある程度水位を上げたら、食前機に噛みつき扉を開け、中の管を破壊してさらに水を出します。破壊ができたらテーブルへ向かい、上に乗っているハンマーを持って窓を叩き割って外へ出ます。え、水位これ、あ、足りるか。国内派攻略しました。ここからこのステージのメインです。ここ難しい。ここから派終盤まで操作性劣悪の瓶に入って進んでいきます。これ本当劣悪なんだよ、本当。言葉で表せないような難しさがあります。RTA を見る分には普通に見えますが、ほんと一回触ってみてほしい、この瓶。非常に苦戦している VTuber が多く見受けられます。僕はこのゲームを100時間プレイしたので、それでカバーできてるだけです。めっちゃくちゃ難しいです。ステージの解説に戻りましょう。ここは前方から車が一定間隔でやってくるのですが、横の位置は完全にランダムで、もちろん引かれると瓶が割れて死にます。乱数調整もないので運ゲーです。なんとか抜けました。このステージの最初の難所はあそこだったりします。ここから派密ルート分岐が存在します。初見プレイなら左がおすすめですが、これは RTA なので、難易度が高い代わり距離の短い右ルートを通ります。距離の短いというよりは、これも右から行ったよね、これ。直線に近いためノンストップで移動できるという方が合ってるかもしれません。どちらにしろこちらの方が速いです。坂を下った時の勢いを保持しながら、うまく操作して転がっていきます。この次横幅の少ないぐにゃぐにゃ曲がった坂がありますが、ここがすごく難しいので、初見の片端左ルートを通りましょう。この坂を攻略したら次にもう一度いびつな形の坂を攻略して、2つ目の難所に挑みます。あれ、この辺鳥飛んでくるとこじゃなかったっけ？ここからが難所です。特に名前はありませんが、僕はカモメゾーンと呼んでます。左上に謎のゲージが出てきたのがわかりますか？このゲージは移動操作をすると上がっていき、4本になるとこちらに向かってカモメが襲いかかってきます。カモメが瓶にぶつかるとヒビが入って割れたり、突撃された勢いで落ちていったりします。プレイ済みの方はこのカモメがトラウマになったでしょう。完成だけで移動するといったゲージを上げないキャラコン技もあるのですが、ある程度のスピードがあれば当たることはあまりないので、ゴリ押していきます。このステージを通常プレイで攻略する際は、完成だけで移動する、一度操作を止める、チェックポイントを取ったらリスポーンしてゲージをリセットするなど、ゲージを上げないことを意識しましょう。ここは少しビビってブレーキをかけてしまいました。うまく操作すれば曲がりきることもできたと思います。ここまで来たらカモメを回避しきったも同然なので、安心して道を進んで大丈夫です。ここでリスポーンしてレールに乗れるように位置と角度調整をします。ここから RTA 技、バスルームスキップを行います。正規ルートだとここを左に曲がり屋内へ侵入し、水位を上げて窓から川へ飛び出てゴールなのですが、右に曲がりゴリ押しで川へ入り、風呂場を丸々飛ばすのがこの技です。風呂場は攻略に2分ほどかかるので、単純計算でも2分ほどの短縮になります。結構簡単そうだね。この技が見つかってから、あの風呂場が水まみれになったことはありません。最初の家はずっと水まみれですが。すごいね。こういうのが面白いね、やっぱな。RTA って。あ、こんなルートあったんだ、つって。
フグ1です。このステージ派記録狙い派ともかく、完走するだけならこのカテゴリーで一番簡単でしょう。難しい RTA 技も運ゲーも特にありません。ステージが始まったら、後ろのルートを通ります。泳ぐ力にプラスで、フグの能力膨らみも使って水槽をより早く転がしていきます。できるだけ早く転がしたら、ここの階段で水槽終わり、次のチェックポイントを取りに行きます。成功法よりこっちの方が早いです。ここのクッション派もっと飛ぶ予定だったんですが、どうやら FPS の設定を間違えていたようです。間に合うのこれ。チェックポイントを取った音が聞こえたらリスポンして、引き戸を開けに行きます。あ、これはうまいわ。あとはここから直進して川に入るだけです。前移動入力さえしていれば、実質休憩時間になります。あと、膨らみを利用して水槽の移動速度を最高速にもしておきましょう。どう？ちょっとやりたい？みんなも。そうでもないんだ。あ、そう。水槽が割れたらここで能力を使います。改めて、フグの能力ハックラムこと、これを使って地上をある程度移動できます。こっちが正規の使い方です。さて、ここからステージ終わりまでずっと川下りをします。ただ、分かれ道が非常に多いステージなので、これを全て覚える必要があります。このステージで唯一きついところはここでしょうか。まず今通ったところは右、次は左側を通ります。石の盛り上がり方が理由です。ここわかんねえからな。次は左端からジャンプをします。そうすると次配置されている石をきれいに避けることが可能です。これが終わったら第一ラッシュ派終了です。少し深呼吸をしておきましょう。ここはルート分岐があるので右側を通っておきます。ここは水深が少しありますが、深めのところから落ちると、下側の石にぶつかって、そのバウンドで奥まで進み失敗しました。まあ1、2秒の短縮にしかならないんでいいでしょう。ルート分岐の右側に入ったら、とりあえずチェックポイントのあるところまで進みます。そしたら、ここは左側に進みます。地形がめんどくさいので、そのまま飛び出て完成を少し殺してから転がります。あー、なるほどね。ここ右側から多分最初に転んじゃうと石にぶつかっちゃうんだ。完成でそのままビューって行ってから転がりましょう。インを取れます。なるほどね。なんかやったからようわかるわ。この川を直進します。シビアさっていうか、実質休憩時間の再来です。ただしここの川の水流破片に流れていて、普通に前進しているとうまくフグが変な方を向いて早く移動できないので、キーボードやマウスをカチャカチャして角度調整もします。お休憩だね。ここ長かったからな。最後の難所、坂を下ります。息継ぎ用にいくつか水たまりがありますが、飛び魚と同様着水という行為自体がタイムロスなので、息継ぎ派一度しか行いません。まずここに一度着水したら、少し勢いをつけて飛び出て最後のとこまで移動します。猶予派多めですが、あまりにも転がるのが遅ければ途中で死にます。難易度派低めですが、10秒くらいの短縮派できるので、今派世界の奏者が使っている技です。なんと発見者派僕です。僕がこのゲームの RTA 界隈に貢献できたことはこれ以外ないです。いつも新しいバグ技を見つける海外勢の皆さんありがとうございます。さあ、ここの滝を飛び降りて着水すればこのステージ派終了です。お疲れ様でした。すごい。最後に行うのは金魚のステージです。ステージの難易度だけで言えば割と簡単ですが、運要素が強すぎるステージなので、最初から最後までお祈りをするようなところ。なんか早いな。まあストーリー上の最初のステージならちょうどいい難易度なんですかね。とりあえず最初は道なりに進んでいきます。まあ一応あれか、再走するのが大変だから難しいやつから順番にやっているっていうことか。ここと隣の棚には段差があるので、その勢いを利用して移動していきます。ここは気持ち左側を通っていくと、一番奥の餌袋を落とせます。袋を突き落としたらさっさと自分も降りて外へ向かいましょう。惜しい。外へ出るドアへ向かいます。Uターンする必要があるので、一度ドアの角にぶつかって歓声を殺してから逆方向へ進みましょう。このね、外に出たらタイトルコールが始まると同時にカメラ操作ができなくなります。ですが移動派できるので無視してガンガン先へ進みましょう。チェックポイントを取ったら歓声を殺すためリスポーンして先へ進みます。ただ直進していたらレールから外れて落ちるので、少し左を取っときましょう。すげえな。
あれ俺これ昨日やったんだっけ、違う、一昨日か、忘れてた。ここでルート分岐です。ここからどうするのか、2つのルートに分かれるのですが、もちろん RPA では最短ルートを通ります。その分難易度も高いですが、100時間プレイしてるので問題ないです。おお、危ない危ない。100時間めちゃめちゃ言うね。俺の PUBG とはまた全然偉いあれだね。信頼性があるわ。俺はもう正当化のために言ってるだけだからな。柱の角にぶつかった瞬間チェックポイントを取った判定になるので、完成を殺すためリスポーンします。道がジグザグしてて少し難しいですが、ぶつかっても数秒のロスにしかならないので落ち着いて進みます。さてこの次、このステージで一番難しいであろう小技を使います。今転がっているレールの先は建物の屋上なのですが、直で降りると割れてしまうので、クッションとして花壇が設置されています。この花壇にギリギリ乗ってから屋上に降りることで、ノーダメージで素早く降りるという小技です。僕自身この技が非常に苦手で、RTA イベント本番でこの技を2回ミスった前科があります。今回は一応成功しましたが、三角ってところです。もっと早く降りれます。次はここの屋根に沿っているレールに乗ります。慣性を殺すためレールにぶつかり、レールを支点に回って位置を調整します。転がっている途中でレールにぶつかって跳ね返り死ぬことがよくあるので、慎重に行きます。ここは初見だと地味に難所だったりします。ピンと動揺死にまくっている配信者が多く見受けられます。あれ俺こうやって言ったっけな。さあ最後の難所、運ゲーです。車が走っている車道を横断するんですが、車の来るタイミングは完全にランダムで、乱数調整灯も今は見つかっていません。さらに1回跳ねられるにつき20秒のロスが発生します。大体の記録はここで水の泡になります。なんと今回は運が非常によくノーミスで終わりました。最後に海に着水してタイマーストップです。お疲れ様でした。タイムは14分41秒、当時の世界記録を2秒だけ縮めた旧世界記録です。完走した感想ですが、人生初の15分切りをしたというのもあり、素晴らしい走りができました。強いて言うならばピラニアをもう少し早く走りたかったですが、それはまた今度頑張ろうと思います。最後にこのゲームの宣伝をしたいと思います。俺は魚だよことアイアムフィッシュ派、 XBOX と Steam にて販売中。XBOX ゲームパスにも対応している商品です。このゲームの RTA 奏者派世界で30名前後、日本人派2人しかいません。あなたも半魚人奏者になってみませんか。次はあなたがこの記録を破るのを待っています。以上、アイアムフィッシュオールレベル1の解説でした。ありがとうございました。最後までのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったっす。いや本当に面白かったっす。なんか両芸に出会いましたね。しかしね、本当いやー面白かったっす。ファインディングも始まるよというわけで前回、いや面白かったわ確かにこれ、うん、よいしょ。え、何ファインディングにも、あ、いやー面白かったっす。